小田八幡神社は、日本の東京都港区三田にある神社である。本田明の村名を主催神とし、雨の小屋根の命、竹内すくね命を廃止とする。海側斜面に位置する。江戸時代にはすぐ正面に、東海道が走り、その向こうは江戸湾の海浜が明け、さぞかし風光明媚であったと考えられる。明治40年代芝浦の埋め立てが始まり、その、面影を失うことになる。 周囲の木々の剪定は最低限にとどめられ、辺り一面、薄暗く少々とした雰囲気を漂わせている。裏手の高台には亀塚公園が隣接する。平成21年には、陳子戦300年記念として、8月1日に、式年齢祭が、2日には御神与と御が採用された。和道2年8月、東国鎮護の神として、無タスク四国牧丘の地に祀られたのに始まる。 観光7年、武蔵区に小田郷久安住田に潜座し、佐賀源寺渡辺一党の氏神として尊崇された。縁起式新名庁には、武蔵区に荏原郡、冷えた神社として記載されている。ただし、縁起式内、冷えた神社は、大田区蒲田の冷えた神社、東六号の六号神社も論者となっている。徳川家康の江戸城入城の際に気づいがあった、ことから、 現在地である江原九条高輪村海岸を開拓して、社殿を造営し、漢文2年8月に仙座が行われた。しかし、漢文8年2月の大化により社殿は全焼。仮殿が伊羅小坂薬師寺に置かれた。漢文12年8月に社殿が再建され再度、仙座された。慶応元年に神儀官により演儀式記載の冷えた神社に改称。 明治5年に三田八幡神社に改称し、豪舎に列した。明治30年に小田八幡神社に復した。昭和20年の東京大空襲で、漢文12年造営の社殿が消失し、戦後の昭和29年に復興された。ありがとうございます。